おはようございます。今日は皆さんとちょっと香川県のうどんツーリングということです。そういうことでよろしくお願いします。麺屋というところみたいですね。そこへ行きます。これが第1回目、1軒目に行った麺屋です。ここ美味しかったですね。肉ぶっかけのハーフというのを食べました。で、次は、谷川米国店の方に行きます。気持ちいいなぁ。今谷川米国店に向かって行ってますけど、コンボを組んで行ってるんですよね。前が車で、荷台がバイクで、そしてもう一つ後ろに車が1台というね。これで朝の高松を駆け抜けてますね。すごい朝のこう綺麗な空気っていう感じだね。時間はでも9時45分なんで、まだ朝のうちでしょうね。すごい気持ちいいですこれ。登録お願いします。本当に気持ちいいツーリングやねこれ。でね、こううどん屋さんの2軒目をね、谷川米国店にしてくれてるんですよね。もう徳島県境の近くですから、まあ、そのまま帰ることができるので、ルートもね、そういうような感じでいろいろ工夫してくれてて助かりますよね。この前の山とかごっつい綺麗ですねこれ。素晴らしい、本当に綺麗なわこれ。今日のこれツーリングごっつい気持ちいいな。営業中だけども、最高の空の色です。ここで皆さんとお別れします。どうも本当にお世話になりました。気をつけて、はい、またほんのけど行ける機会があったら長野の方へ行きます。はい、うどんも、まあ、2杯食べましたから十分お腹いっぱいになりました。今から徳島の方に帰ります。ものすごい綺麗な太陽とこの光が、おー最高です。こんなツーリングちょっと久しぶりやな。最近こんな感じのこうツーリングあんまりしてなかったもんね。なんか山の道ばっか走ったけどね。これいいな。今ちょうど徳島県美馬市の方に入りました。ちょっとね、この路面というか凍ったりしてないかちょっと心配だったんですけど、全然大丈夫ですね。まあ無理して飛ばしたりはしませんけども、まあ大丈夫なようですね。よかった。ほんまにこうちょっとね、高騰たりしたらどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとね、帰り方なんですけど、河合峠とか通って帰ろうかなとも思ってちょっと見てみたんですけどね、もしかしたらこれやっぱり山の天候通るのはだいぶ寒くなってきてるので、もしかしたらね引き返さないかんやことになるかもわからんので、
普通のこういう下の道ね、ほんとにこう普通の道を通って帰ることにしました。やっぱ危ないかなと思ってね、こう山の中入っていくのがね、もしかしたらねバイクだし、下がね凍ってるっていう。香川県からこっち帰ってくる道は行けましたけど、こっちからね神山の方へ抜ける道はちょっとね、やめた方がいいかなということで、もうそのままね、下道で帰ることにしました。よろしくお願いします。こんな道あったっけ。これできたんやな、新しいに。なんかこれね、僕のナビもね、こんな道ないんですよね。自分もあんまり記憶ないな。で、これどこへ出るんだろう。これまた面白いの来てもとかわし、こういう面白いところを行くのが楽しいと。吉野川北岸の土手走ってますけど、いい天気ですし、ごっつい気持ちいいね、これ。今回の動画も見てくださって本当に皆さんありがとうございます。昨日今日とね、本当に天気が良かったもんですから、すごくいい、ツーリングになりました。これからもね、楽しい動画を作っていきますので、よかったなと思う人はグッドボタンを、そして登録がまだの人は登録なんかよろしくお願いします。それでは、今日は徳島県の吉野川からお別れしたいと思います。それでは皆さん、さよなら。またよろしくお願いします。